はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大阪吹田の倉庫に来て撮影しております。めっちゃ暑いとこなんですけども、長いことね梱包したままでしたので、ちょっとね、一回撮影をしようということで全部こうやって、開いていただきましたね。大変なんですよこれね、こんな布団に包んでありますからね。そして、一番人気ですね、問い合わせめっちゃ多いんですけどね、ディアパソンの 183E ですね。開いたばっかりなので、ちょっと汚れてますけど、ディアパソン 183E ですね。96484という製造番号です。ここに記録表が入ってた、うん、さあいつ頃のディアパソン保証書ってありますね。はい、昭和58年ですね。昭和58年が最初の調律ですね。最後の調律が平成6年ですから、ちょっと狂ってるかなね。外装の状態です。傷はあんまりないですね。擦り傷ぐらいだ。結構綺麗ですね。はい、ペダルはこれ大橋ピアノと同じね部品使ってますよ。もうね設計は一緒ですからね。大橋あのね大橋デザインですので、大橋さんの設計ですのでね。183E がね一番、たくさん作られたんですね、この183型でね。さてどんな音でしょうか。ちょっとペダルがギュウギュウなので脱ぎますね。あ、音は下がってます。あ、でもいいですね。さすがやっぱり170型より183型っていうのは弦が長い分だけパワーがありますね。で広がりがありますね。ただね部屋の大きさによってね、あの別に6畳の部屋とかぐらいだったらね別に無理に183入れなくても170で十分です。あ、綺麗です。綺麗。まだハンマーファイリングしてないのでちょっとふわっとしてますけど、もうちょっとクリアになります。